明け渡すでいい。このような小国で王などとのたまうとはしょぼしょぼなのでいい。おしゃだお様、そろそろです。ああそう、オッケー。だいたい僕ちんがはるばる来てやったというのに、これっぽっちのもてなしとは、いえ、しょぼしょぼなので。うざい、うざい、ジェヒー。すっきりした。召喚きます。え、あ、はい、これ持って。ん、え、何これ。今の悲鳴は大丈夫ですか、王様。あ、そこにいるのは明らかに不審者。それになんだその刀は。あ、他国の王様が死んでる。取り寄せろ。え、は、ちょ、待った。はというわけで、あなたはこの世界に召喚されました。会合中に隣国の王様を斬り殺した挙句、それを召喚された勇者の仕業に仕立て上げて投獄するって、相当この国やべえな。随分と落ち着いていらっしゃいますね。ナロケとかめっちゃ好きだから。話が早くて助かります。いや、法律がどうなってんのか知らないけどさ、勇者がどんなに特別な存在でも人やっちゃってたら普通に外交問題になるんじゃないの。はい、あなたには隣国の王殺害の容疑がかけられています。というか現行犯逮捕なので有罪ですね。やったの王様じゃん、俺濡れ衣だよ。でも、もうそういうことになっちゃったんで。なっちゃうなよ。何がしたいんだよ。いや、何をさせたいんだよ。それは直接王様から話がありますので後ほど。滞在人、異世界の勇者ユキハルよ。他国の王様をいきなり無茶苦茶に切り刻んだ罪により、これからしばらく、王様の言うことをいろいろ聞いてすごい便利な駒として働いてもらうことを罰とする。以上。召喚ガチャ失敗。モンガチャ、いきなり。だが、もげて。最悪だ。勇者君が他国の王様をムカつくからっていうで会議中にバッサリやっちゃったから、多分戦争とか起きちゃうと思うけど。え、最初勇者君のステータスどんな感じ。お、ステータス、異世界系の醍醐味といったらこれでしょう。さぞかしすげえ能力を持ってるんだろうな。弱っ。いや、でも、まあ最初はね、そういうなんか一回落としがあってさ、でも本当は実は覚醒とかしたりしてね。ああ、この世界そういうのないですね。チートとかさ、 S 級スキルとかないですね。もう帰っていい。勇者ユキハルよ、強くなるのだ。大器晩成型なんでね。ほら、まだレベル1だし、すごいスキルを覚える余地ありだし、まずは手始めに定番のスライム狩りとシャレ込もうぜ。悪いが手加減はなしだ。強くね。どう。え、待って。うわ。俺帰ります。え、ダメ。意気揚々と手加減はなしだとか言って、スライムにボロ負けしちゃったし。もうダメだ。大丈夫ですよ、レベルさえ上がれば。とりあえず
スライムくらいはね、大丈夫です。そう、大変です王様。なに、町の外の洞窟に危なげな魔物が住み着いたと。その通りです。なんでわかんだよ。というわけで、よし、やるよ。町の近くに危なげな魔物が住み着いているのは大変危なげだから、どうにかして。いや、絶対嫌だけど。こちらをお使いください。追加でそちらの世界の武器も召喚しておきました。うわ、剣と魔法のファンタジーが一瞬で台無しだよ。ではよろしく頼む。勇者様と冒険に出られるなんて光栄です。はあ、俺の思ってた異世界ものと全然違うわ。勇者様の憂いを帯びた顔面かっこいいです。大丈夫？俺レベル1だけど大丈夫？この森明らかにスライムより強いやつ出るでしょう。勇者様と外の世界の武器が合わされば100人力ですよ。だといいけどね。ところで勇者様、さっきから何をしているんですか？ん？ああ、君がマップを読めない方向音痴だから、こうして道具屋で買ったマッピング用の赤い小石をちょぼちょぼ落として迷わないよう目印にしているんだよ。え、難しすぎる。まあね、それほどでもないけどね。あ、でしたらぜひこちらも使ってください。ん？え、それマッピング用の赤い小石じゃないか。君も持ってたのか。出る途中の道でたくさん見つけたんです。それを拾い集めてました。なーにー、俺が目印を置いているわずかな間にか。助かるよ。ちょうど残りの数が心もとないと思ってたところだ。まったく抜け目ないね、このこの。今日もありがとう。何とは言わないけど、いろいろ押しといてくれると嬉しいな。それじゃあまたねー。